右から、タチアナ・ユマシェワ、中央ナイーナ・エリツィナ、左屋根、イリーナ・タチアナ・ボリソブナ・ユマシェワは,は、ロシアのコンピュータ学者、政治家、ロシア連邦大統領、ボリス・エリツィンの次女で、エリツィンを中心とする、セミヤーと呼ばれる側近グループの中心として、エリツィン時代後期に国政に影響力を及ぼした。なお、ディアチェンコは、最初の夫の名字であり、その後、 エリツィンの報道官を務めたワレンチン・ユマシェフと結婚し、ユマシェフ生を名乗っている。1960年3月14日、ボリス・エリツィン、ナイーナ夫妻の次女としてスベルドロフスクに生まれる。1978年スベルドロフスク第9、学校を経て、1983年、モスクワ大学情報数学、人工知能学部を卒業する。大学卒業後、 サリュート設計局を経て、1994年まで来る、1996年ロシア大統領選挙でエリチン戦隊のメディア対策顧問を務めたのが、タチアナが政治へ介入するきっかけとなった。その後、影響力を強め、エリチンファミリーの中心として、アレクサンドル・ボローシン、ユマ・シェフ・ラト君で牽制を振るい、 エフゲニー・プリマコフ首相の解任にあたっては、夫ユマシェフ、オリガルヒのボリス・ベレゾフスキーと共に解任劇を画策したとされる。1996年から1999年まで、ロシア大統領顧問、ロシア公共テレビ取締役も務めた。1999年に、ロシア大統領府とスイスの建設会社、マベテックス社との間で、 贈収賄容疑が浮上した際には、立ち穴の名も上がり、カードによる巨額の買い物の代金をマベテックスに肩代わりさせたとも言われる。エリツン大臣おもろしや大統領不顧問として公職に止まったが、プーチン政権によりセミアーの影響力は排除され、2001年に辞している。以後は、防府エリツンを記念するエリツン財団の運営に当たっている。ユマシェフ夫妻は、 モスクワシティの高層ビル、インペリアタワーとキャピタルシティの半分を所有している。2009年一家揃って、オーストリアの市民権を取得した。キーラローブ、ウラジミール、クルーニーチェブセンター、リーダーオブザロシアンスペースセクター。 エクスポートベルゼに http コロンスラッシュスラッシュ mdb.cast.ru スラッシュ mdb スラッシュ3 2零0 2スラッシュますスラッシュ kclrss スラッシュレスキューイングボリスタイム http コロンスラッシュスラッシュ www.time.com スラッシュタイムスラッシュマガジンスラッシュアーティクルスラッシュレイ九千百七十一 984,833から3 0 0 h t m l ハット、ユマシェワのタワーベドモスチ2013年11月3日閲覧エリツィの霊場タチアナ・ユマシェワオーストリア市民権を取得ロシア RBC テレビ2013年11月3日閲覧ありがとうございます